アメリカンフットボール日本代表は日本アメリカンフットボール協会によって結成されるアメリカンフットボールのナショナルチームである。1999年の W 杯開催に合わせ結成。アメリカナショナルチーム及び NFL 選手不参加とはいえに大会連続で優勝を決めた。これまでは W 杯期間限定だったが自国開催の2007年大会にアメリカが参加するため 2005年7月に USA ハワイと初めてテストマッチを組んだ。2007年本大会では下馬評通り決勝でアメリカと顔を合わせた。なお、アメリカ代表はアメフトの国際普及という点も重視して、あえて他国と互角の勝負になるような布陣であった。3連覇は逃したが、アメフトの母国と延長戦を戦ったことから、実力が突出しているアメリカを含まなければ、 実力的に未だ競合の一つであることは変わりない。2009年7月25日にはノートルダム大学 OB とノートルダムジャパンボール2009で対戦、FG で先制したが3から19で敗れた。2011年の第4回大会は予選リーグで初出場のカナダに敗れて初めて決勝進出を逃したが3位決定戦でメキシコを下して3位になった。 ありがとうございます。